no time to be sober. Sunshine on my shoulders. おはようございます。今朝の3時なんですよ。2時半起き。私はね、ちょっと風邪気味なの。もういけると思ったんだけどね、4日前ぐらいからちょっとね、喉がおかしいなと思って、そうなんだけどね、仕方ないですから、私は今日自分のベストを尽くそうと思うんだけど、とりあえずちょっと体を温めたいからさ、温かい飲み物を作って、でもすぐ私は家を出ないと、お友達とね、待ち合わせてるのが3時半で、彼女をピックアップして1台で行くのね。っていうのも、やっぱあそこのさ、スタート地点の近辺に車を止めたいんだけど、混む、絶対混むのね。で、朝の5時に全部スタートするの、10K もフルマラソンも。だから、それに間に合うためには、でちゃんと車を止めれるためには、あっちに4時には着かないといけないのね。だから私は今3時じゃん。で、友達を迎えに行って、で、アラモアナのあたりに着くのが4時で、車パーキング探して、もしかしてちょっと遠くなっちゃうかもしれないね。それから歩くかもしれないから、そうさ、うちのさ、猫ちゃんたちはさ、ご飯もらえると思ってんの。一緒に起きてきてさ、違うっちゅうの。今じゃないっちゅうの。今も3時だね。コーヒーだけ作る今。じゃあね、ジェリー。マミは行くよ。喉がちょっと痛い。あのね、風邪ひいてるけど、別に熱とかない、ただね、喉だけなんだよね。よし、とりあえずあのコーヒーを作ったから、コーヒーを飲みながら体を温めながらちょっと運転していこうと思う。じゃ、イエイ。やしみさんだよ頑張るよ、みんな今日も。
スタート地点に来たよ。聞こえる？スタート地点だよ。めっちゃ人がいるよ。頑張りや。10キロだよ。人いる、やばい。3分前だよ。3分前。あと3分だよ。何ハイキングしてる私。マジ？いや、わかんない。ハイキングしてた。始まるよ。動いてる。やばいよ。みんなスタート地点に歩いてます。意外と来て悪がらかったよ。もうさ何も言えないんだけど疲れて。お疲れ様です。お疲れ様です。私より早かったよ、よしみさんは。いや1時間だったよね。1時間43秒。でもさ、このチップのやつがどんぐらいかね。そうだね、多分。そうだね。あ、これがアキュレだよ。そうだね、うん、そうだね、見たい。私は1時間2分なんとかかんとかってやった感じだったけど、でも自分のさ携帯のやつで押してやったからね。それでさ、うん、そう。疲れました。サンライズだよ。日が上がってきたよ。終わった人たちがリラックスしてます。とりあえず、おー、バナナがある。バナナマサラダもある。アロハー、キナガスワイン。 Appreciate it, thank you so much. イエーイ、バナナとマサラダ。やばい。
めっちゃ綺麗。ドーナツ食べてる。あそこがね、フルマラソンのゴールだって。見えますか？いつやるだろうね、私たちは。フルマラソンは多分ないけど、ゴールは見とく。ゴール。こんにちは。コーヒー、さっきさコーヒーを買って、そうさっきコーヒー買って、でお友達を降ろして、で私はこれから運転して帰ります。なんかだんだんね、汗が引いてきて寒くなってきて、今ちょっとさ運転してるから長袖をこうやってかけてるの。やった、やっと終わった、イエーイ。なんかちょっと休みたい、休みたい、うん、走るのからはちょっと休みたいけど、なねえ、なんか 10K だけじゃん。でそんなこと言ってるけどね、ちょっと休みたい。そう、私ちょっとこの喉も、そう心配だったんだけど、走ってる時割と結構ね行けて大丈夫だった。だからこの喉はちょっとさ、もうこれから家で直していかなきゃだけど、はあ、まあやっと終わったからよかった。意外といけました、皆さん。意外といけたよ、イエーイ。すごい楽しかったです。すっごい日本の方が多くって、それにもちょっと感動した。日本語がいろんなところに聞こえてきて、いや嬉しかったな。という感じで、私はじゃあこれからお家に帰って、本当はお友達と朝ごはん食べに行こうと思ったんだけど、なんかお互いに疲れすぎちゃって、ゴールしてからさ、ゴール地点から自分たち車と止めたところ、アラモアナショッピングセンターが空いてたの朝でね。あそこはタダで車止めるから、まあ、そこに車止めたのね。でそこからさ歩いて、あ、自分たちがゴールしたところから、その自分たちが車止めたところまで20分以上歩いたのよ。それでもっと疲れちゃって、なんかこれから朝ごはん食べに行くっていうよりかはちょっともう寝たいみたいな。だから私もこれからお家帰ってシャワーしたらちょっと寝るっていう感じなんで、はいはい、やったよ。ということで、またもう一個何かをやり遂げたよ。ではまたね、皆さん、ライク押してや。ライク押してや。チャンネル登録してや。じゃあねー、バイ。